さあ両チームフィールドに戻りまして、これより後半戦再開となります。後半戦は広島大学のキックオフで再開する格好になります。キックオフしますのは広島大学23番の日高です。一律広島高校出身の1回生が務めます。本日日高はインターセプトも決めております。さあしかし好調な愛媛大学のリターンも注目のワンシーンとなるでしょう。ここでリターンで7番ボールをファンブルしました。なんとか13番抑えましたが、結果的には自陣28ヤードからの攻撃という形になります。上石川さんメッセージありがとうございます。山口大学島根大学戦に引き続き配信ありがとうございますのメッセージ非常に嬉しく思います。さあ愛媛大学自陣28ヤードからの攻撃、ファーストダウンテさあまずランプレーからいった。前半戦はあまり使っておりませんでした。ランをここで投入してまいりました。何枠28番にボールを託しまして中央突破、約2ヤードのゲインです。愛媛大キャリア28番は小山です。新田西雲中等教育学校出身の1回生です。愛媛大学セカンドダウン8、これもナイスラン。今度は右に展開しディフェンス裏上がる中、見事なカットイン決めまして約3ヤードのゲインです。素晴らしい判断でこの走路を切り開いております。28番の、小山です。1回生ながら素晴らしい足を披露しています。愛媛大学サーラン4、さあこのランが突破口になるでしょうか。パス成功、ファーストダウン。ここでパスを投じました。クォーターバック17番、左からポストパターン走りました。1番にパスを投し、1番キャッチ、攻撃権更新。愛媛大学ファーストダウン、見事にランパス折り合わせて攻撃権更新になっております。素晴らしいキャッチ披露したは愛媛大学1番の川上、岡山城東高校出身3回生。愛媛大学自陣47ヤードに入りましたのファーストアンテ、これもナイスラン。今度はトスしまして右オープンに展開、そこから縦に切れ上がりまして見事なステップムーブで約6ヤードのゲインを果たしています。今度はキャリア26番が走りました。26番高瀬、大分通産高校出身3回生です。愛媛大学セカンドダウン5、パス不成功。今度はランフェイクからの縦に切れ上がったレシーバーへのパスでした。しかしこれはディフェンスカバーありましてパス不成功となっています。ダウン1つ変わりましてサーダウンに変わります。大石さんのメッセージありがとうございます。ボンバーズへの非常に熱のあった応援メッセージ、非常に心強いものがあります。ぜひ忌憚なくメッセージお願いいたします。
愛媛大サダンファイブ。パスは成功、しかしナイスディフェンス。ここで乱れたパスをならば見事にキャッチしまして、そこからなんとか取り返さんとキャッチアンドラン試みました。しかしここに、広島大学1番が凄まじいタックルしまして、このプレーを阻止、フォースダウンに変えます。愛媛大学フォースダウン9、パンクフォーメーションを取ります。さあリターンいった広島大、16番左オープン展開を図りましたが、しかしサイドライン割りまして自陣25ヤードからの攻撃に変わります。攻守変わりましてテイクオーバー、広島大学に攻撃変わります。さあ攻守変わりまして広島大学の攻撃、ボールオン自陣25ヤードからファーストダウン10。さあトスからの右オープンランプレー、キャリア23番ディフェンスの隙間を縫うように右オープン展開しまして、約7ヤードから8ヤードのゲインとなっています。まず最初のランプレーは23番のランプレーだったようです。23番は先ほどインターセプトを決めた日高です。一律、広島高校出身1回生です。広島大学セカンドダウン3、パス成功、ナイスファースト、素晴らしいキャッチアンドランが披露されました。左に展開していましたワイドレシーバー0番、クォーターバックからパスを取りまして相手タックルを受けながらも、しかし素晴らしい粘りを見せまして一気に前進、相手陣深くに入りましての攻撃権更新です。広島大学ファースト、ここでウォーターブレイクに入ります。見事なしかしキャッチを披露しましたのは広島大学0番の大島でした。静岡聖光学院出身の1回生、ラグビー部出身です。まさにラグビー部らしい素晴らしい粘りあるセカンドエフォートが披露されました。現在フィールド上はウォーターブレイクに入っております。さあウォーターブレイク解けまして試合再開となります。広島大学相手陣40ヤードからのファーストダウン10。さあ中央のランプレイター、今度はランニングバック31番へのハンドオフ、31番、体をねじるようになだれ込みまして約4ヤードから5ヤードのゲインとしています。キャリア31番は辻村、虎姫高校出身のプレイヤーです。広島大学セカンドダウン6、さあ今度はクォーターバックいった、オプションプレーでクォーターバックキープ、
クォーターバックになれば自ら右オフタックル付近突破を図りまして約2ヤードから3ヤードのゲインとしています。本日はパスでも好調なプレーを披露しています広島大学クォーターバック7番の丸山、新田青雲高校出身の3回生です。広島大学サーダウン2、さあ中央いった見事攻撃権更新です。広島大学ファースター。ここで選択したのは好調なランプレーでした。今度はキャリア22番にボールを託しまして見事に攻撃権更新となっております。そして現在フィールド上負傷者が発生したためレフリータイムアウトが取られています。素晴らしいランで攻撃権更新しましたのはキャリア22番の長宗でした。豊中高校出身の2回生です。こちらもアメリカンフットボール経験者です。試合再開です。広島大学相手陣29ヤードに訂正します。29ヤードからのファーストアンテ、パス成功、タッチダウン。ここでパスプレーによって一気にタッチダウン決まりました。中央走り込んだ92番にパス、92番そのままキャッチしましてエンドゾーンに走り込んでタッチダウン。広島大学92番のタッチダウンパスキャッチにより6点追加となっています。そしてこのトライフォアポイントも成功しまして1点追加、広島大学42点、愛媛大学0点と変わっております。ここで展開しましたのはパスプレーでした。プレッシャー来る中中央を切り上がりました。92番にパスを通しまして見事タッチダウン成立させ広島大学6点追加となっております。見事にこのパスを投じましたのはクォーターバック7番の丸山、新田青雲高校出身3回生、取りましたのは92番の広瀬でした。三田松雲館高校出身3回生です。広瀬もアメリカンフットボール高校時代に経験していたプレイヤーです。さあ広島大学のキックオフで試合再開となります。さあ愛媛大ダニタ、これを抜けている、ナイスリターン。リターナー7番、失礼しました、今度はリターナーは28番だった模様です。巧みなステップワークで右オープン展開しまして自陣34ヤード付近を確保しての攻撃となっています。愛媛大学自陣33ヤードからのファーストダウンテ、
さあ右オープンを狙いました。ハンドオフからランニングバック、30番でしょうか。スピードを生かした右オープンのランプレーを展開しようとしましたが、失礼しました。番号をもう一度再確認いたします。26番の模様です。失礼いたしました。右オープン展開図りましたが、しかし押し返されまして1ヤードロスに変わっております。愛媛大学セカンドダウン11、ここでホイッスル。愛媛大学にディレイオブザグレーの反則です。制限時間内にプレーを始めることができませんでした。5ヤードバッタイとなります。愛媛大学セカンドダウン16、パス不成功。ここでクォーターバックプレイアクションパスで中央切れ込んだレシーバーへパスを投じましたが、しかしディフェンスのカバーありましてパス不成功。サードダウンに変わります。愛媛大学サードダウン16、パス成功です。パスキャッチしております。クォーターバック17番、中央切れ込んだ13番にパスを投じまして13番倒れ込みながら見事キャッチしております。しかし攻撃権行使には至っておりません。フォースダウンに変わります。ですが見事なパスキャッチでした。13番のヒイラギでした。消毒学園出身の4回生です。愛媛大フォースダウン4、フォーメーション組んだ。フォースダウンギャンブル。パス成功。パスダウン。ギャンブル成功。ここでプレイアクションで中央を横切ったアクロスパターン13番にパス。13番これをキャッチし体を伸び上がらせて攻撃権更新です。見事攻撃権更新。ギャンブル成功。ファスダウン。見事なプレーで攻撃権更新果たしましたが、13番ワイドレシーバーヒイラギ、聖徳学園出身の4回生です。さあファーストアンテ、パスを投じました愛媛大学。しかしそのボールはレシーバーの手に収まらず、最終的に取りましたのは広島大学。従いましてインターセプトによるターンオーバーで攻守交代です。ここで第3クォーター終了となりました。第3クォーター終わりまして広島大学42点愛媛大学0点、攻守方向入れ替え、これより最終クォーター第4クォーターに移ります。ここでパス攻撃によりさらなる拍車をかけんというところ、しかしそれを取りましたのは広島大学でした。攻守変わりましてこれより第4クォーターに移ります。